1曲ごとに楽器を変えてみたいと思います。見せびらかし、田中さんはですね、浅崎育英さんの先生にですね、三味線弾きをしているわけですね。先日の喜界島で浅崎先生のチャリティーショーが出ました。その際も行って、はい、先生の三味線を弾いてると、はい、こういう方です。2週間前ちょうど喜界島に行ってきました。ちょっとギターも弾けるんだよっていうところを見せようかなと。それではワイドムシギターアレンジを聴いていただきます。